ザモール郡山は福島県郡山市にあるショッピングセンター。2000年11月22日開業。桜通り沿いに所在、日東宝石郡山第二工場跡地である。もともとは同志駅前一丁目に郡山西部店として営業を行っていたが2000年10月15日に撤退し、11月に郊外型ショッピングセンターとして移転開業。 当店は、中心市街地と郊外の間に存在するため週末、問わず、周辺地域から多くの買い物客が訪れている。当初は、郡山西部店側も継続営業の方針であったが、後に本ニし、郡山西部店は営業を終了。そのため、実質的に郡山西部店が移転した形となっている。 2011年3月11日に発生した東日本大震災によって建物の内部などが損壊したため震災後から全館休業。4月15日からは1階のリビン食品館のみ短縮営業する形で5月25日には食品館以外のフロアが完全に営業再開した。ちなみにかつて郡山西部として入居していたビル、 アティコーリアマも建物の内部などが損壊して休業していたが9月29日に全館リニューアルをオープンした2014年10月18日と19日は駐車場の一部スペースを B-1 グランプリの開催地として使用した2018年11月より JLL モールマネジメント株式会社が受託業務をしている1階2階ありがとうございます